大戦隊さんは中国における西洋人パフォーマー。カナダ・オンタリオ州生まれのカナダ人。本名、マーク・ローズウェル・マーク・ローズウェル。トロント大学で中国語を学び始め、卒業後に北京大学の中国語学習の奨学金を獲得。初めて中国のテレビに登場したのは、1988年11月の歌番組のホスト役であったと言われている。 CCTV、中国中央電子代において、中国人夫婦のやりとりを描いた喜劇の寸劇で、夫の役を演じ、視聴者の絶大な人気を博した。その後、そのまま、大戦を芸名とし、愛護への名優である教魂の正式な弟子となる。その他、中国のテレビドラマの外国人の役や、英語による、中国語学習番組の司会や、英語を学びたい。 中国人のための学習教材やツールを紹介するテレビコマーシャルにも多数出演。2008年の北京オリンピックにてカナダ選手団の随行員として選ばれた。欧米においては彼はほぼ無名ではあるが、中国に留学する欧米人学生や仕事で駐在するビジネスマンの間では有名となっており、実際に中国国内のテレビ番組や広告などに多数出ている。 また、中国人たちが退散を知っているか、外国人なのに彼の中国語は素晴らしいと存在を話題に上げることも多い。ありがとうございます。